広島市中区の海岸では今年3月から台風による高潮の浸水被害を防ぐため護岸工事が行われています。工事は木の枠にコンクリートを流し込んで固め、護岸の高さを1メートル上げます。こちらが完成した護岸です。それを向こうの方まで工事していきます。中国地方整備局は今日、土木技術を学ぶ呉工業高等専門学校の学生を招いて見学会を開きました。学生たちは土木技術を専攻していますが、去年はおよそ6割が他の業界に就職したことなどから見学会が企画されました。この木の枠だけだと、倒れてしまいますので、それを固定する作業と高さを合わせる作業をしています。学生たちは担当者から工事の工程や仕事の魅力について熱心に聞いていました。工事のやり方とか施工方法とか手順とかも知れて、やっぱ海沿いでの構造物作るので働きたいなと思ってるので、ちょっと楽しそうだなと思いました。国土交通省によりますと、去年土木業の就業者数は479万人で、ピーク時の26年前と比べ206万人減少していて、中国地方整備局では今後も担い手確保に向け取り組むことにしています。